どうもマックスです。私は本日ちょっと眩しくてごめんなさい。西武新宿線の、久米川駅というところから徒歩2分ぐらいのところにもう駅見えるんですけど、以前本能寺の辺って言ったかな、7.8 キロのつけ麺チャレンジでお騒ぎになった麺匠和倉さんというところに来ております。で、こちらで今回何をするんですかと、こちらですね、ラーメンの替え玉チャレンジというのが結構有名でして、今回はそちらの、替え玉チャレンジをしたいと思います。で、なんと今回一人ではございません。うるまさん、大森のりこさん、夏めぐさん、あこさん、しのけんさんの6人でやりたいと思います。で、もちろん自分の記録っていうのはあるんですけど、ちょっと面白みを持たせたくてチーム戦もやります。で、チームが僕とうるまさんと、あこさんで、対するチームがしのけんさんと夏さんと大森さん、のりこさんっていう感じのチャレンジ対決、果たして勝敗はどうなるのでしょうか。そして僕は果たしてこちらの濃厚豚骨の替え玉何玉食べることができるのか、早速いってみよう。一杯、最初の一杯は 100g で、替え玉は 80g になります。一皿あたり。そしてなんと和倉さんからメッセージがペローンって、お店の記録を作れるように、そしてこっちのチームを勝利に導けるように、あとしのけさんを全力で邪魔したいと思います。いや、もう負けないですね。頑張りたいです。頑張りましょう。前からいきます。はい、もう3、2、1、スタート。頑張ってください。ありがとうございます。うわー、濃厚。あれ、でも濃厚になってません前より。いっそでしょ、こういう感じ。すごいですよね。スープ欲しかったら、はい、うん、色がやばい。スープで。僕もください。はい。うん、僕もください。はい。私も食べたい。はい。スープラッシュ。ちょっと。じゃあ後ろからさ、油なしみたいな。うまい。めちゃくちゃうめえけど、これあれだな、結構少ない配置で満足してそうだな、この味付けのままだと。なんか割りスープですね。うん、割りスープ全部使ってるから。てか最初の上から乗ってた味付けのところの麺全部そのまま食べちゃった。無理だ。割りスープ入れると食べやすくなる。でもやっぱ本来の旨味は。替え玉お願いします。はい、というわけで改めましてマックスゲース、よろしくお願いします。今回はちょっと1時間っていうかなりの長丁場だったので、ちょっとまあ早送りプラスアフレコみたいな感じにしようと思って、こういう感じにしましたので、しばしお付き合いいただければと思います。改めましてね、こちらの和倉さん本当にありがとうございます。冒頭でちょっとテロップ入れたんですけど、本当過去の本能寺の辺って言ったかな、 7.8 キロのつけ麺、僕は確か20分ぐらい食べたと思うんですけど、それ僕が食べた後に、その時夏さんと夏めぐさんとあこさんのアテンドでこうやらせてもらったんですけど、その後にしのけんさんっていう、僕の今見えないんですけど画面上は左にいるんですよ。僕を境に右側があこさん、うるまさんで、うるまさんチームで、僕の顔面切れた左からしのけんさん、大森のりこさん、夏めぐさんで、しのけんさんチームっていう形に分かれてるんですけど、そのしのけんさんの方が
本能寺のやつやられてて、すごいなんかバトルをしたんですよね、つけ麺と。そう、感動したの覚えてるんですけど、そんな和倉さんで今回、つけ麺ちゃんで、これね、スープの色とか変わってるじゃないですか。一応割りスープみたいのがあって、おかわり自由だし、醤油だれもおかわり自由みたいな感じで、今回特別にやらせていただきました。これ結果言っちゃっていいのかな、確かね、僕が、30、いや違う、だいぶ持った、いや持ってない、俺が30玉ぐらいだったかな。で、まあ他の方はそれぞれお楽しみくださいって感じなんですけど、こちらの和倉さんね、すげえ濃厚豚骨なんですよ。だからむちゃくちゃ濃いんですよ。だから普通のスッキリ豚骨とかとは違い、こう麺に絡みつきまくるので、替え玉だけをストイックに研究するんであれば、ちょっとねこれ食べ方考えた方がいいかもしれないです。で、これ6人同時にやってるんで、ちょっとまあかなりお店さんにご協力いただいて、中休みにやらせてもらったのかな、この時だったんですけれど、本当に改めまして、改めました。この固まってるのはちょっとどうしても人数の都合上、こうパパパパ上げていかなきゃいけないので、それでこうちょっと麺がこういう感じになってるんですよね。で、まあ僕含め、まあ周りの人を僕が見たちょっと感想というかあれなんですけれど、まず端から僕のチームは、ウルマさんか。ウルマさんはね、僕ちょっと一個飛ばしで見えづらかったんですけれど、結果はね、僕の想像してたよりは食べてたなーっていうのが正直思いました。すげー頑張ってたなーっていうのは。やっぱりなんとなくこれぐらい食べるのかなーっていうイメージはあったんですけれど、僕の予想ウルマさんはだいぶ超えてきてましたね。隣のアコさん。アコさんはね、調子が悪かったっぽかったっすね。これも結果はアコさんの YouTube ご視聴いただければと思うんですけれど、僕の中で正直、あれ？もうちょっといけんじゃねえかなっていうのがありました。で、すいません。僕確認し直しました。僕ね、37玉だったかな？でした。はい、ごめんなさい。本当にもう。まあ、僕のはいいとして。僕は腹パンでした、本当に。で、僕の流れでいくと、隣、しのけんさんか。しのけんさんも正直言うと僕のイメージよりはちょっと少なかったかなっていうのがありましたね。なんか、ペースをつかみきれてなかったのか、どうなのか。この前やった大食いを最強決定戦のやつの、福岡予選にしのけんさん出られてて、ゾウさんとか、ゾウザレンさんとか、あとユダイングさんとか出てて、しのけんさん1位通過したんですけれど、男子の。あと、おしんちゃんとかも出てたか、ファンキーとか。あの時の感じとはちょっと違ったかな。なんか替え玉はね、なんか自信あるのかなとか、やっぱいろいろ思ってたんですけど、僕なりにしのけんさんに思うことを。ちょっとね、正直僕のイメージは違いました。で、今回一番びっくりしたのが、しのけんさん隣にいる大森のり子さん。まあね、皆様同じで結果というか内容は YouTube をご視聴いただければと思うんですけど、のり子さんやばいっすね。正直言うと、僕の想像の2倍までいかないけど 1.5 倍ぐらい食べてましたね。ちょっとびっくりした。正直言うと、びっくりしたを超えて、いい意味でですよ、いい意味でちょっと引いた。あ、この人やべえなって。あの方多分相当食べれますね、量。いやー、これ次期女王、もしのりこさんが出るんであれば、かなりの本命クラスなんじゃないかなと結構マジで思いました。でね、ちょっとね、ウルマさんはまあいつもみたいな感じなんですよ。あ、どうもどうもみたいな感じで。で、アコさんはまあほがらかで明るくていつもみたいな感じ。しのけんさんも、ああいう感じで、明るい感じなんですけど、のりこさん、お会いしたのがね、僕ね、2回ぐらいだったかな。2、3回やってるぐらいなんですけど、まあほとんど会話したことないんですけれど。
やっぱね、のりこさんね、ちょっと多分ね、シャイなのかな。さささっていなくなっちゃって、もうちょっとなんか喋りたかったんですけど、もうちょっとっていうか全然喋れてないんですけど、もうちょっとコミュニケーション取ってみたいなって思う感じでした。で、夏さんか、夏目ぐさん。夏目ぐさんは、もう想像を超えてました。やっぱこういう、なんていうんですか、いろんな方、やっぱりどうしても基本、大食いとかって、早食いとか、まあ普段ね、日々の動画撮影とか、フードファイトの中で、一人なんで、相手がこういないじゃないけど、まあ別に相手がいるからどうこうってわけじゃないんだけど、なんかすごいいい刺激もらいましたね。しかも、大食いでチーム戦ってなると新鮮なんですよ、また。結構ソロプレイだから、自分以外はみんなライバルっていう感覚なんだけど、チーム戦に限り、確か菅原さんとかの時と、イカスマタの世界戦とかもそうなんですけれど、檜山先生とかとも言ったか、世界戦の時って、唯一公式で、こう、団体戦ができる時ですごい心地よかったの覚えてるんですよ。初めて世界戦出た時。ロシアンとモヤーズと菅原さんか。すごい心地よかったの覚えてて、まあ、アントキョドの、なんか、自分が全然食べないで応援するだけっていう役割ではなかったんで、完璧には見れなかったけど、やっぱちょっと楽しかった。なんか、頑張ろうとか、なんかいろいろ言ったりとか、あとごめんなさいね、ほんとこう、肘つきまくっちゃって、ほんとごめんなさい。もう、早くもかなり限界を迎えております。さあ、新鮮だったかな、周りの人に。今、ちょっとアコさんとか、ぴょんぴょんしてますね。つうか、アコさんって、俺すごい不思議なのが、私鈴子っていう僕がこうデビューした後ぐらいに事務所に入ってる時に LINE ライブとかしてる時に、なんかそこの中でできたくくりみたいなのがあって、ファンの方たちのくくりみたいなのがあっての一員の方だと思ってたんですよ。したら気づいたらというか、もう完全なるファイターだし YouTuber だし、そんな食うんすかみたいなちょっと時代は変わるっすね。これ周り見ながらね、あっちのチームどうだとかね、ああだとかね、多分さっき立ったと思うんですけれど、周りのチームの配数を見に行きました。で、いくつぐらいかな、いくつぐらいかな、みたいな。でね、この、替え玉なんだけど、割りスープだけ、この割りスープだけで、醤油のっていうか味濃い、タレつけないで食べてれば塩分が肩にならないしスルスルいけるって思うじゃないですか。これ結構違かったっすね、この時は。だから俺多分ね、これ味わっちゃってたんだな。多分もう味わってる時点で俺の場合は負け。味わいを感じちゃったらもう僕の場合は勝負にならないですね。しなかったのがちょっとなんか大食いとなんか限界とエンタメの中間みたいな感覚だったのかな、この時は。でもこうやってやってるじゃないですか。パッて見ると、もう篠健さんとかも限界超えてるみたいな感じなんですよ。あとのりこさんとかも、他の方もみんな。だけどね、箸置かないですわ。うわ、行かなきゃみたいな気になりますよね。お前行かないでお前、どうすんだってやっぱなるっすよね。だから究極突き詰めちゃうとやっぱこう、エンジョイ勢だったのかな。本当に、大食いとか早食いを、集中してガチ中のガチでやると周りはもう気にならないので、逆に僕周り気にするといい結果出せないんですよ。2016年檜山先生に卵1個で負けた時あるんですけど、あの時だけ唯一公式戦で周りを気にしてたかな。なんかこの前梅原大吾さんっていうプロゲーマー、日本人初のプロゲーマーって言われてる方と国兄と3人で梅さんのチャンネルに出させてもらって対談させてもらったんですけど、そのコメントで書いていただいてる方がいたんですけど、その動画見て、やっぱ僕の中でこのフードファイトで結構確認作業みたいなところあって、大会とか特に、その何が一番辛いって、大会に出る前の練習が一番辛いんですよ。だから本番はもう答え合わせっていうか、今までやってきたことをただやればいいだけなので正直楽なんですよ、トレーニングに比べるとね。だからその
答え合わせというかそういう感じなんですよね。だからあれ今何喋ってたっけまあとにかくごめんなさいね、あの本当に何も考えなすぎてちょっとひっちゃかめっちゃかなんですけど、まあそういうそういう感じこんなんじゃもうあかんよね。あ、もう終わりますね、終わりますね。だから確認作業なんですよ、本気で調整して確認あのできてる時は確認作業って感じです、僕の場合は。だから周りは気にならないって感じかな。これあのなんでストップウォッチ終わってるのに飛ばさないかっていうと、口の中残ってるじゃないですか。ちゃんと食い切ったぜっていうのをちょっと無理やりアピールしようとしてますね、僕のこの今の長さは本当ごめんなさい。結果はあの一応、まあ、ぶっちゃけちゃうと、その和倉さんがインスタで結果を確かで出してたっぽくて NG とかじゃないんですよ。なんで それ見ちゃえばパッて一目瞭然なんですけどっていう感じかな。これちなみにね、この髪型なんですけれど、なんでお前こんな髪型してんのみたいな、これあの一応植毛跡をうまくバランスよく見せるように美容師さんにやってもらった髪型でございます。はい、でっかちゃんさんってよく言われるんですけれど、ちょっと髪の色今回違うかなって感じで、はい、すいません。そんな感じですかね。多分僕の方は早送りでなんともあれなんですけど、他の方いっぱい動画撮ってる方いらっしゃったんで、かなり見応えのある動画になっていると思うので、ぜひそちらもチェックしていただければ。あとこちら和倉さんの替え玉チャレンジすごい楽しいと思うので、あくまで無理のない程度にやってみようかなと思う方いたらぜひトライしてみてください。あのもう一回言っておきますけど、無理は絶対ダメですよ。こんな顔してる人間が言うのもあれですけど、僕らはちょっとまあある程度こうトレーニングとか経験を積んでる人間なので、そこだけちょっとどうしてももしチャレンジされる際はお気をつけてくださいって感じですかね。濃厚豚骨はもう僕の中で本当、まあ個人的趣味も好みもありますけど、もう今まで行った、まあ、関東の豚骨ラーメン屋さんの中ではもう5本の指には間違いなく入るであろう相当うまい感じでございます。はい、あ、なんか喋ってますね。あ、じゃあすいません、ありがとうございました失礼します。上を映しながら行きますんでねいろんな方にちょっとご迷惑かかんないでしょうか。はい、このまま行きます。結果ペロン、2020回玉大会、僕は37で篠川さん26、大森のりこさん25、夏さん22、阿保さん18、のりまさん13という結果でございました。というわけでこれはもううちのチーム負けたのかな。60、73対56、うおー、ごたまさで、ごたまさでチームウルマ負けました。違う、イエーイ、リベンジだ。最初のウルマさん